はい、久保です。今日は、こういうテーマ、無限期間の問題、動的で不確実な実際問題をどうやって解くのって話をちょっと今考えている最中なので、まとめついでにお話ししてみようと思います。で、実際の最適化問題っていうのは、企業は途中で何か意思決定をストップするんでない限り無限期間なわけですね。ずっと続いていく。過去の意思決定が未来につながっていくという問題がほとんどだと思うんですけど、実際の問題をその数理最適化とか、組み合わせ最適化とかで解こうと思うと、有限期間に落とし込んでやると。で、当然無限の問題を取り扱うっていうのは、いろんな過程がいるんで難しいんで、どっかで切っちゃう。時間を切って有限期間で打ち切ると、変なことが起きる。その切った最後の木の先は全然考えてないというモデルになってしまってるから、例えば在庫の最適化をしようと思うと、最終期の在庫は決めた値がゼロになってしまう。で、決めた値、自分でこの辺がいいんじゃないかっていうのもどの辺にしていいかわからない。で、これはよくあった話なんだけど、多機関の運搬車、船とかのスケジューリングを考えようと思うと、何が起きるかっていうと、最終期の先考えてないんで、みんな持ってき先ですね。例えば、九州から東京に来る船が多いと。東京から九州に行くのは少ないみたいなシチュエーションがあると、船いっぱいあるんだけど、みんなその東京湾近郊にぷかぷか浮いてるのが最後の状態、月末になると。で、当然それだと困るんですね。ちゃんとあちこちにばらけてないと。あちこちで生産している場合は、北海道にも数隻、九州にも割と多めに、ね、大阪あたりにもあってっていうふうに、うまい具合に配置をしていないとダメで、1ヶ月分だけ最適化をしました。その中では最適ですと言っても、次の期の時に非常に費用がかかってしまう。で、そういう状態になってしまうわけです。これは実際にあった失敗で、失敗事例で、私がやったんじゃなくて、私が途中まで指導してて、その後別の企業がそういう仕事を取ってってやってみて、後で聞いて、その人知ってたんで、使ってないのなんでって聞くと、こういう事件が起きていた。だから素人が作るとこうなっちゃうんですね。で、ただし、研究でやっている無限期間モデルっていうのもあります。で、これは当然未来の話はわからないので、データは定常、ずっと同じと仮定しています。実際は、月ごとに需要量違ったり、定常合わせってのは成立しない。だけど、理論上はこういう仮定をしてしまっているので、やっぱ理論と、実務ってのは、乖離をしてしまっているわけです。この辺までは、無限期間の話なんだけど、さらに動的な環境とか不確実性なんて入ると、もっと分かんなくなってくる。当然、遠い未来のことは分からない。時間が進むにつれて、だんだん情報が集まってくる。当然こういうのを扱うような理論もあるんですけど、結構扱いづらいですね。真面目に、だからモデル化はできるんだけど、それを使って実際の問題を解こうとすると、いろいろトラブルが発生する。ですね。これ確定的なデータ。普通、全部確定的で有限期間でやってしまうんですけど、それが判明する時刻がまちまちなんですね。例えばですけど、朝からトラックのスケジューリングやろうと思うんだけど、夜のうちに入ってくる情報、それは確定値なんだけど、その閉めた後でも、ポツポツ入ってくる。だから最適化をした後でもデータが入ってくるので、追加されたデータがいつ来るかわからない。そういう、新規の不確実なデータも考慮してルートを作っておかないと、新規のデータ来た時に、新たなそのトラックを1台余分にいるなんてことになってしまうので、それも困る。そういうのを扱うためのフレームワークっていうのは、確率的最適化とかであるにはあるんですけど、やっぱ実際問題、トラックの配送っていうと、普通のその確率計画のフレームワークではなかなか収まらないんで、というので、大体のその実際問題を解こうとする時の失敗としては、この無限期間にまつわるものが多いんじゃないかなと思ってる次第です。で、いろいろ経験上、いろんな方法があって、その手段をちょっと羅列してみました。最初は無限期間の問題を有限期間に落とす方法だけです。動的とかね、不確実性とか、それ難しいことは置いといて、
確定的なんだけど無限になっているという問題だけを考えた時の、まあ、取り扱う手法です、テクニックです。で、1個目が、まあ、これ非常に便利なもので、ローリングホライズン方式。まあ、ホライズンというのは計画期間のことです、ね。まあ、地平線のことで、それを、まあ、ローリングさせる、くるくる回していくという方法で、まあ、名前は五体操なんだけど、中身は簡単で、無限期間問題を静的な多期間問題、これこっちが時間軸ですね、横に時間がなっていて、この四角が、まあ、1期ですね、まあ、一応期っていう概念があるような問題、生産計画なり、まあ、多期間のスケジューリングなりと思ってください。で、まあ、有限の期間を解けるの でこの 1,2,3,4,5,6,7,8,9、まあ、9期間の問題というのを、数理最適化でモデル化して、もしくはメタヒューリスティックを作って、まあ、解いたとしましょう。これは解けるとします。で、次に、これで最初の期が終わります。まあ、例えば1ヶ月過ぎましたというと、次の期は一応前に決めたのがあるんですけど、まあ、多少変えてもいいでしょうということで、また時間をずらして最適化をする、ね。で、でもただこの、次の機能はあんまり変えたくない場合は、あんまりずれないでねっていう制約を加えて、最適化をする。で、当然この機からこの機にその在庫を持ち越すとかあったら、その在庫量は、まあ、固定ですね。この1機で解いた分の在庫量はここは固定。で、この多分前半も固定して、この辺はずれてもいいよ。ここはまあ自由にして、もう一回解き直す。というと、まあ、この最終期の次の期とのつなぎの部分では、ちょっと、まあ、おかしなことが起きているかもしれませんが、だいぶ先の話なので、で、結構この期間を長めに設定さえすれば、そういう、ここでの変なことっていうのは、それほど、影響を与えないだろう。で、使うのはこの辺だけです。先頭の部分だけ使うために、非常に長い期間のものを、最適化する。これ結構実務だと重要で、まあ、機械のメンテナンスとか、需要がすごくこの辺大きくなるので、前もって作っておこうとか、そういうのが入れられないんで、まあ、できるだけ解ける範囲で長めにするっていうのはコツです。で、ただし、実際の問題だと、まあ、数理最適化ソルバーってそんなにパワフルなもんではないので、例えばロットサイズ最適化だったりすると、解けなくなってしまう。で、どうするかっていうと、この時間の単位、を、最初の方は例えば日単位でやる、次は週単位、次は月単位みたいな感じでだんだん伸ばしていくというと、これ望遠鏡のこの何ていうのかな、スライドさせてだんだん遠くに行くほど長くなるというののアナロジーを持っていて、テレスコーピングというテクニックがあります、ね。で、まあ目先の期間は、まあ、期間は割とその流動を、細かくしてやると。で先に行けば行くほどまあ増やして、まあ結構作るのはめんどくさいんですけど、これやるとそんなに機の数を増やすことなしに、だからこれ1個ずつやっちゃうと、まあ、20機とかなっちゃうのを、まあ、10機とか、まあ、解ける範囲のところで、モデル化ができる。で、さらにそれでも解けない場合は、この辺だけはちゃんとね、整数変数は整数でやっといて、でこの辺に来るともう週単位とか月単位になったら、そこは何回段取りをしなくちゃ作れないっていうのも、まあ、半端でいいでしょうと、ね。0.5 回段取りをすれば 0.5 回生産できるとか。っていうふうにしてしまって、整数変数を緩和する。で、緩和した後で、あともう一回、その、こっちの前半の方を固定して、緩和した問題をもう一回解くなんていうテクニックもあって、緩和固定法とか言います。英語で言うと、リラックス&フィックスメソッドなんていうのが一応あります。まあ、でもこういうテクニックを使うと、先の方、はのメンテナンスなんていうのをこの辺でちゃんと考慮してできる。で、あまり細かすぎないっていうので、まあ、使うこともあります。で、次が階層的なアプローチってやつです。これも昔からあるアプローチで、MIT のハックス・アンド・ミールかなが最初提案して、いわゆる長期、中期、短期ですね。ストラテジック、タクティカル、オペレーショナルという意思決定レベル。これ一番上が多分、ストラテジック。ここがタクティカル。こっちがオペレーショナル。で、要は長期で考えるときは、時間の流動なんていうのは、例えば、まあ、年単位ぐらいでもいいし、月単位でもいいし、四半期でもいいし、割とザクッと解いておく。で、その後で、そのより流動の細かい、今度、例えば月単位とか週単位とかにした中期のモデルを解いて、さらに、こっちだと秒単位とか分単位とかにしたものを解く。で、これで情報のやり取りを、まあ、どうするかっていうのは問題依存なんだけど、
にすることによって全体最適を目指すとですね。それぞれモデルを作る必要があるし、どういう情報をその渡してやるのっていう部分は、まあ、問題依存ですね、アートであるという話です。意外とその生産計画なんていうのは割とこれにフィットしやすいんで、こういうフレームワークでやるのがいいかと思います。で次は、まあ、あの問題の特殊性がいるんだけど、周期性を用いたアプローチ。例えばあのシフトの最適化でよく使うんですけど、まあ、あの人間っていうのはあのサイクルで行動します。毎週毎週、土日はこれして月からこうしてっていう、まあ、サイクルがある。で 月単位のサイクルもある、年単位のサイクルもある。でそれはあのそういうのを利用して、でそういう実際問題をちゃんと見て、どういう周期でこの会社はあの例えばシフトは月単位で考えてるんで、1ヶ月経つとまた元通りに戻ってくるねみたいなものを見つけて、この最後の木と最初の木をつなげてぐるぐる回していると、有限期間ですね、で後ろと前をつなげるって変数を入れることによって、無限期間が一応扱えるようになるというアプローチです。で、今まではその確定的な問題ですね、で無限期間を有限期間にどうするのっていうのがテクニック、まあ、その辺はあの辺の手法で実際問題に合うものを持ってくれば大体解決できるんじゃないかなと思ってるんですけど、あの動的各不確実性があると、それが入った無限期間となると、まあ、あの非常に厄介になる。で今までも当然研究たくさんされてきて、まあ、こういろんなアプローチがあるんですけど、まあ、それぞれ弱点があります。で最初のが、いわゆる確率計画って昔言われていたストキャスティックプログラミングってやつですね、の中でも、まあ、2通り方法があって、シナリオトリーっていう、ね、まあ、将来どうなるのっていうのを、まあ、将来になればなるほど、情報が分化していくみたいな木を作ります。で、これ、まあ、理論的には木さえ作って、それ上で、木の 根元の方と後の方だと不確実性が違うので、意思決定も、ここは今すぐに決めなくちゃいけない。ここはリコースといって、その不確実性 の分かれた様子を見てから最適化すればいい。というのがきちんと扱えるので、理論的にはこれで全ての動的かつ不確実な性のある問題、当然有限期間なので、さっきの無限を有限にするテクニックはいるんですけど、有限だけどこの動的なところはちゃんと入れられるっていうんだけど、まあ、実際はこのトリーというのが指数関数的に増えていくので当然爆発します。だからそんなにシナリオを作んなくてもいいような、例えば、まあ、施設を、増やしていく、いつ増やしたらいいのっていうのを10年ぐらい考えて、毎年毎年、まあ、ちょっと不確実性があるぐらいのやつだと使えるんですけど、まあ、非常にたくさんの不確実性が入っているような問題で、また規模細かいなってくると、あ結構っていうか、まあ、全然使い物にならないですし、この確率計画だと、あの分布を仮定して、まあ、あの確率分布をちゃんと積分でやりましょうみたいなことをしたモデル化も一応可能です。で、これの辺もだから理論家が考えてるだけで、結構実際の分布はどうなってるのなんて推定難しいし、でその分布のがちゃんと分かったとしても、まあ、解くのはいろいろ厄介になってきます。で、この辺を緩和したアプローチとして、あの2000年ぐらいからロバスト最適化っていうのが流行ってきています。これはその計算量はそんなに増えないんですね。この分布がどうせ分かんないんだったら、まあ、分かったとしても、その分布の裾野の方に行く場合めったにないから、その中で自分に都合の悪いように動いた場合というと、実は等価な確定的な最適化問題に帰着できます。例えば正規分布だったりして、ある仮定をすると普通の線形計画問題は二次推最適化にあって、二次推だとまあまあ実は解けるんですね。まあ、突性を仮定した分布って大体その裾野に行くなんていう制約は凸関数になるんで、まあ帰着して割と早く解けるっていうので、あの実際問題でどうしてもそのクライアントが不確実性入れたいなっていう時は、こういうアプローチを使って、こっちの確率的最適化アプローチの代替品として使う場合もあります。がやっぱりちょっとその分布の仮定をねしなくちゃいけないんで、そのロバスト性ってこの範囲だったら大丈夫だよなんていう不確実性もちょっと非現実的やったりします。でもう一個の分野としてオンライン最適化っていうのがあります。もうだいぶ前にあのリチャード・カーブが提案して、
有名人が提案するとその後こういう研究ってバーッと流行るんですけど、やっぱりその解析的結果が中心なんですね。非常に綺麗な結果を出すために仮定をします。まあ、その前に確率的最適化ってのもあったんですけど、それもあのリチャード・クラップが提案したんですけど、確率モデルですね。それも分布が分かんないんだったら、まあ、ある分布に従って発生していると仮定して、でいずれにしても仮定が多すぎて、まあ、論文書くにはいいんだけど、理論的な結果を出すのはいいんだけど、実際問題に使うというのはかなり無理がある。よっぽど簡単なモデルですね。よっぽど簡単な、ところに使うのはいいんですけど、実際の数理最適化っぽい問題に使おうと思うと無理があると思います。あと連続最適化とか、まあ、昔からあるあの制御理論ですね。これもまあ一大分野になっていまして、まあ、ロケットをどうやってコントロールして、飛ばせばいいとかね、飛行機をどうすればいいとかね、そういうのは、理論としてはありますが、まあ、我々のターゲットは数理最適化でモデル化するようなあのサプライチェーンの最適化なんで、まあ、あまり使えない。で、あとフレームワークだけだったら、いわゆる強化学習、まあ、昔だとマルコフ決定過程とか、動的計画法とか言うんですけど、まあ、最近はこっちが流行ってるんで、まあ、フレームワークは同じです。強化学習のフレームワーク。というのがあって、まあ、ピリオドごとに、いわゆるポリシーを決めるんですね。ポリシーっていうのを、求めるっていう問題。当然、無限の枠組みもあるし。で、ただ、最適化っぽいのが、このポリシーがすごい単純でね、単純で、まあ、将棋とか囲碁とかね、あれ、これもたかたか有限項をどこに置くかとかね、何を動かすかだけなんで、そういう中でどのポリシーがいいのっていうのは、簡単なんだけど、中でちゃんと最適化を解くなんていうのが入ったりすると、まあ、どうやって入れるかっていうのは未だによく分かっていません。で、ここからが、私の考えたことなんだけど、まあ、一つは、数理最適化と、強化学習を融合させたようなアプローチ、まあ、がいいんじゃないかと。で、こう有限期間の確定的な問題というのは割と数理最適化で、モデル化しやすい。で、ここで考えるのは多期間の生産計画問題みたいなものを考えて、で、最終期。で、ここで切ってしまうと、まあ、例えば最終期の段取りの状態とか、在庫の量とかが、まあ、ちょっとおかしくなってしまう。で、この先は、まあ、需要を定常と仮定するか、もしくは過去のデータをサンプリングしてきたのを持ってくるか、して、強化学習を使って、まあ、学習させるっていうか、学習って何かっていうと、この最終期の状態、例えば在庫量に対し、在庫量の関数として、価値関数、その先無限期間やった時の、まあ、費用の期待値というのを、まあ、計算しておくと。すると、この最終期のターゲットが、在庫って実はいろんな製品に対する在庫だから、結構状態空間として大きいので、その価値関数を、まあ、ディープラーニングとかで、近似しておけば、まあ、そこの、ターゲットが大体わかる。このぐらいにしておけばこの費用ですよというのはわかる。そこを離散化してこちらのモデルに組み込んで、数理最適化を解く。なんていうのが一つ目の、アイディアです。で、もう一つのアプローチが、これ想定しているのは動的な配送計画問題でちょっとやったことあるんですけど、サンプリングと最適化とアンサンプルですね。という、アプローチで、この辺はサンプリングっていうか、ブートストラップとかでは、機械学習のアイディア、このアンサンブルもそうですね、と最適化、組み合わせ最適化を合わせて、たアプローチです。どうするかっていうと、将来の事象がわからないので、そこは予測をして、いわゆる生成モデルっていうのを使ってサンプリングしてあげましょう。だから、例えば、その先の、そのお客の発生がわからなかったら、まあ、過去の発生度合いを、ちゃんと元にしたモデルを作って、生成モデルとして、需要を発生させてサンプリングしておきましょう。まあ、ディープラーニング使ってもいいし、ベージャンインファレンスを使えば、ベージャンインファレンスはデータから、事前分布を求めるんで、それに対して、サンプリングが可能になると。ランダムなデータを、似たデータを生成できる。で、そのサンプルされたデータを入れて、で、途中まで分かっているデータも一緒に合わせて最適化をする。この部分は、普通の配送最適化なので、データが分かっていると仮定すれば、普通に解くことができます。で出てくるのは、サンプルごとに最適化された複数のルート、トラックの、まあ、次にどこ行ったらいいのかっていうのが出てきます。で、その複数の回をアンサンブル、まあ、アンサンブルっていうのは多数決取るとかね、
によって、そのトラックの動的な動きをコントロールする。でこれがこういう問題に対する、まあまあのアプローチじゃないかなと。で、問題点は、まあ、問題別に設計する必要があって、ここで言ってるのは動的配送っていうのは前数件頼まれたことがあって、でそこで考えたアプローチです。でこのように、まあ、実際問題に応じて生産計画だったらこういうアプローチ、動的配送だったらこんなアプローチだっていうんで、ただ実際問題はやはり皆さん多分現場で苦労されているのは、情報がわからないときに何かを決めなくちゃいけないということが多いかと思います。そういうときには、まあ、できればデータがちゃんとあればこういうアプローチを取って、で問題別にちゃんと設計すれば割と解決できる問題の幅が広がるんじゃないかななんて思っています。はい、ではまた。